こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では最近僕が購入したナイキの2つのスニーカーをご紹介してみたいと思います。僕はですね、スニーカーが大好きで1週間のほとんどをスニーカーで過ごしてるんですね。もちろんオフの日は絶対にスニーカー、もしくは夏になったらサンダルを履きますけども、オフではスニーカーが圧倒的に多くて、最近はですねオンでもスニーカーを履くことが多いんですね。オンの場合は白のレザースニーカーとネイビー系のレザースニーカー、この2足で回しています。正直いろんなものを回すのが面倒くさいので、なるべく少ない数で気に入ったものを長く履いていきたいなというふうに考えているんですね。一方でカジュアルに関しては1足のスニーカーで回していたんですね。最近はホカオネオネというブランドのスニーカーを愛用しているわけですが、正直1足だけあれば回っちゃうんですね。休日といっても週に2回ほどしかないので、そんなにたくさんのバリエーションって必要ないんですね。ですので1足だけでも正直足りるんですが、一応ですね僕はメンズファッション研究家と名乗っているわけなので、いろんなスニーカーを体験することは大事だなと思っていたので、今回は久々にスニーカーを連続で2足購入をしました。それぞれのスニーカーが全然特徴が違いますので、今回はそのスニーカーをですね皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。はい、早速ご紹介したいなと思うんですが、1足目はこちらですね。エアマックス97をですね購入をしました。こちらのスニーカーが発売されたのは1997年、もう今から20年以上前になるんですね。僕はその当時中学生だったと思うんですが、まさしくスニーカーブームの真っ只中に当時はいたんですね。ですので当時はですねめちゃくちゃスニーカーが好きで、渋谷だったり上野のアメ横に行ったりしながらですね、様々なスニーカーを物色していたのがその頃でした。その当時のスニーカーといったら、やっぱりなんといってもナイキが主流だったんですね。エアマックスシリーズですとか、あとはジョーダンシリーズというのは今でもブームなんですが、当時はですねめちゃくちゃ流行っていましたね。僕自身もお小遣いですとかお年玉を貯めては全てスニーカーに費やしていました。中でも当時大流行してたのはエアマックスシリーズなんですね。エアマックス95というのはもう爆発的な人気だったので、当時はエアマックス狩りという言葉が流行ったぐらいですね、もう熱狂的なファンがいたスニーカーなんですね。僕はエアマックス95はもちろん買うことはできなかったんですが、その翌年に発売されたエアマックス96というものを愛用していました。よくそのスニーカーを履いてたなと思うんですが、そのさらに翌年に発売されたのがこちらのエアマックス97なんですね。これもかなり奇抜なデザインだと思うんですよね。日本の新幹線をモチーフにしたデザインと言われていて、流れるような曲線が美しいデザインになってるんですね。もともとのエアマックス97のイメージというと、僕の中ではシルバーの印象が強いんですが、最近ではエアマックス97がリバイバルされていて、カラーバリエーションも結構展開が広いんですね。その中で僕が気に入ったのはこのブラックとホワイトのですねツートンカラーになったものですね。当時のシルバーはなかなか僕には理解しがたかったんですが、こちらのブラックを基調としたエアマックス97はかなりシンプルな配色で、意外と着こなしの中にも馴染みやすいので非常に気に入っているデザインになります。最近はスニーカーブームがずっと続いているわけなんですが、最近の傾向としてちょっと底が厚いものですとか丸みのあるシルエットのものが増えているんですが、エアマックス97というのはそういった時代の流れと結構リンクしていて、非常に今だからこそ使いやすいスニーカーなのかなと思っています。20年以上前にこのデザインが生まれたということはすごいなと改めて思いますね。モノトーンのシンプルな配色ではあるんですが、こういった立体的なデザインのおかげで足元に来てもシンプルになりすぎないのが非常に気に入っている点ですね。エアもしっかりと入っているので歩き心地もいいですし、デザイン的にはハイテクスニーカーというものに属するのかなと思っています。まさか20年以上経ってまたエアマックス97に巡り合って買うことになるとは夢にも思いませんでした。僕は動画の中で白のレザースニーカーをお勧めすることが多いんですが、すでにそういったものは持っていて、ちょっと新鮮な雰囲気を足したいという方にはこのようなナイキのですねハイテク系スニーカーを足してあげるとだいぶ気分が変わるかなと思います。いつも通りの着こなしでも足元が変わると全然イメージが変わるんですね。白のスタンスミスとこちらのエアマックス97では全く着こなしが別物になります。僕は夏場に短パンで合わせたり、あとはブラックのシャカシャカパンツなんかと合わせていますね。くるぶしを少し覗かせながらこちらのブラックのエアマックス97を使うことで、シンプルなんですけど少しアクセント的な要素を加えることができるのかなと思っています。これは結構普段のスタイリングでも使っていて、いろんな方に似合いやすいスニーカーなので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思っています。はい、続いて2点目に購入したのがこちらも同じくナイキのですねデイブレイクタイプというモデルのスニーカーになります。こちらはですね最近様々なセレクトショップに意外と置いてあることが多かったので、前から少し気になっていたんですよね。
メッシュ状のスニーカーになっていてすごく軽量なんですね。そして足を入れた時にですね、すごく涼しいのが特徴的なスニーカーなのかなと思います。先ほどのエアマックス97というのは20年前のデザインなんですが、比較的近未来的なデザインで今っぽい雰囲気かなと思うんですが、一方でこちらのデイブレイクに関してはかなりレトロな雰囲気のスニーカーなのかなと思っています。1970年代の少しレトロな雰囲気をこのスニーカーのデザインには落とし込んであるんですが、少しずつ細部を覗いてみると、このナイキのロゴの上に書いてある N.354 というですね、少し手書き風のラフなデザインもですね、ちょっと今っぽい雰囲気が漂いますし、その下にある蛍光イエローのステッチがあるんですが、こういったところにもですね、ちょっと今っぽさを感じるんですね。ヒールの部分にもですね N.354 というロゴが入っていますね。見た目はレトロなんですが、素材使いですとか細部のデザインに今っぽさを感じるところがすごくバランスがいいなと思っています。このスニーカーは先ほどのエアマックス97とまさに対極ですね。近未来的デザインとレトロというところで対極なのかなと思うんですが、こちらもですね、夏場の短パンに合わせたり、シャカシャカのブラックパンツを合わせたり、様々な着こなしに使いやすいかなと思っています。意外と僕が今日着てるようなネイビージャケットにもあったりするんですよね。ネイビージャケットに対してシャカシャカパンツを履いて、足元はこういったレトロなスニーカーで少し外しを出すというのも結構バランスが良かったりするので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。結構ですね、ナイキのスニーカーの利点の一つとして価格の手頃さというところもあるのかなと思っています。先ほどのエアマックス97はエアががっつり入っているので少し値段は高いんですが、こちらのデイブレイクに関しては価格も1万円前後なので比較的買いやすいのも素晴らしい点かなと思っています。なかなか靴の量販店では見かけなくて、セレクトショップであったり、僕たちにとって身近な ABC ストアだったら銀座の店舗で取り扱いがあったんですね。ですので皆さんにもぜひトライをしていただきたいなと思っています。想像以上に軽くて通気性がいいので、夏場はめちゃくちゃ重宝するのかなと思う一方で、冬場はですね結構寒いかなと思いますので、春夏に適したスニーカーなのかなと思います。これから夏時期にかけてガンガン活用していきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では最近僕が購入した2足のナイキのスニーカーをご紹介させていただきました。どちらもですねすごく気に入っています。近代的なデザインのエアマックス97とレトロな雰囲気のデイブレイクですね。この2つのスニーカーがあることで、全く同じコーディネートでも足元を変えるだけで全然雰囲気を変えることができるのかなと思っています。こちらの動画でもご紹介しているファッションというのは基本的にベーシックで定番的なものが多いかなと思うんですが、そういう着こなしのデメリットはシンプルになりすぎてしまうところと、なかなか新鮮さとかワクワク感が出しづらいところなのかなと思っています。そのようなデメリットを補ってくれるのがまさしくスニーカーの存在なのかなと思っています。たまに新しいスニーカーを足してあげるだけでだいぶ雰囲気が変わるかなと思いますので、ぜひ皆さんも白レザースニーカーというところに飽きてきたら、こういったスニーカーというものも検討していただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。